こんにちは、ウーファーの岸本です。ご機嫌いかがでしょうか。今日はですね、先週からの続きでダヴィンチのプロジェクトサーバーの構築がやっとできましたというお話です。先週までどういう話をしてたかというとですね、ダヴィンチは一人で制作する以外にですね、コラボレーションができるので、それを以前からやってみたいなと思ってたんですよ。でそのためにはクラウドでコラボレーションをやる方法と、それから社内のLANの中でいろんなマシンを置いてですね、それで、社内の人とコラボレーションするという、2種類の方法があるんですけども、クラウドの方はブラックマジックがですね、準備した、クラウド上のサーバーにですね、プロジェクトファイルを保存するという方法なんですけども、このネットワークを使った、共有というのはですね、自分のところに、そのプロジェクトサーバーを置くということなんですね。それで素材はですね、NAS 上に置く、だからブラックマジックの製品でいうと、クラウドダックとかクラウドポッドで、そこにハードディスクとか SSD をつないでですね、素材を共有するわけですけども、プロジェクトを共有しようと思うとですね、一人でやるときは自分のローカルのマシンに、そのプロジェクトを置くわけですけども、他の人と共有するときには、その LAN の中にあるプロジェクトサーバーにプロジェクトファイルを置くということが基本になります。なので、プロジェクトサーバーを構築する必要があるんですけども、 Windows、Mac 向けにですね、ブラックマジックから、プロジェクトサーバーアプリっていうのが無料で配布されてます。でこれを使えばできるはずなんですけど、私は Mac にインストールしようと思ったんですけど、なぜかそれがあまりうまくいかなかったんですよね。で以前にこれ一回失敗しているので、それのなんか残骸が残っていてうまくいかないのかなと思ってちょっと諦めかけてたんですけれども、実はうちにですね、 QNAP の NAS がありましてですね、いろいろ調べてるとですね、この QNAP の方がですね、うちの NAS でもダヴィンチのプロジェクトサーバーとして使えますよって言ってですね、ブログと YouTube にそのやり方をアップされていましたので、そしたらいつも電源が入っている QNAP にプロジェクトサーバーを置いた方がいいんじゃないかなっていうふうに思って、 QNAP のですね、 NAS にですね、 QNAP の方が紹介されている方法でインストールしてみたら、これがうまくいきました。でおかげさまでその、ダヴィンチディゾルブのプロジェクトサーバーというのが一応 NAS 上に置くことをでき、この社内の NAS 上に置くことができたので、それを起点にですね、各マシンから、そこにつないでネットワークでですね、同じプロジェクトを開けるということが可能になりました。これやってみて実感するとですね、なかなか素晴らしいことですよね。これ今までなんでこんなことができなかったのかなっていうふうにも思うんですけど、これ他のメーカーのソフトウェアでは今のところできないんですよね。で、それはなぜかというと、プロジェクトファイルと、それから、その素材が1対1の関係にあって、それを横から見に行くっていうことができないんですよね。ところがダヴィンチの場合は一応このデータベースで管理しているっていうこともあってですね、そのデータベースを見に行くっていう形が取れるわけですよね。だからあくまでもそのプロジェクトファイルはデータベースの中にもう一個あるというようなものなんですよ。ダヴィンチを開くとですね、ローカル、ネットワーク、クラウドという3種類がありますよね。で、ローカルっていうのは一人で自分のマシンを使って一人で頑張るというやつです。でネットワークとクラウドというのは、いろんな人と共有して協業をすると、プロジェクトを進めていく、編集をしていくというものなので、ネットワークとクラウドは似てるんですけども、ネットワークの方は社内の LAN の中に限るというものになってるんです。で、それを構築今回できたということで、ネットワークのところにですね、一応見に行くと、そのネットワーク上に作った、プロジェクトサーバーにですね、自分のこのファイルが貯めていけると。で、やってみるといろいろ分かってきたことがあって、例えばローカルで作ってたプロジェクトも今後は、他の人と協業したいなっていう時には、コピー&ペーストでこの家のマークをクリックしたら出てくるプロジェクトの管理画面ですね、ここからカット&ペーストで持っていけます。
で、プロジェクトをカットアンドペーストで、ネットワークやクラウドの方に持っていったときに、一回開いてですね、やることは、結局素材を、リンク付けるということなんですけどね。まあ、これはどんな場合でも多分必要になってくると思うんですが、まあ、それをやれば、普通にローカルで使っているのと全く同じ感覚でですね、ネットワーク上でも使えるということが分かりました。やっとここまで来ましたっていう感じですよね。ただまあスピードがサンダーボルトで直に SSD をつないでいるよりは、まあ、若干スピードが落ちるかなっていう時もあるので、まあそのあたりはプラスマイナス、まあ、差し引いてもまあ協業ができた方がいいかなというふうには思っています。まあ、プロジェクトライブラリっていうのはですね、基本的にはデータベースですので、そのデータベースの中に自分のプロジェクトをいっぱい入れていくというような考え方ですので、うまくこう全てを階層的に考えると、ローカルでやってたものをネットワークに移したりクラウドに移したり、しながらですね、作業が進められるかなというふうには思いました。素材共有は私の場合はクラウドポッドとクラウドダックを使うわけですけども、この QNAP の方が紹介しているやつは素材も QNAP の NAS を使ったらいいよっていうことを言われてます。で、私が使ってる QNAP のディスク容量は結構たくさんあるんですけども、ハードディスクなのでそんなにスピード出ないんですよね。だいたい100とか150ぐらいしか出ないので、まあ、それだとちょっと編集は難しいので、とりあえずプロジェクトだけ置くようにしてますが、プロジェクトを置く分にはそんなにやっぱりスピード出なくても大丈夫みたいですね。で、これはどれだけ必要かっていうのはちょっとね検証できてないんですけども、素材を置く NAS に比べると、まあ全然スピードが出なくても大丈夫かなというふうに今のところ思ってます。先日も紹介したんですけど、10ギガのハブは熱量量がすごいということで、ちょっとですね、この下にある LAN のハブはですね、放熱板をちょっと変えてみました。1枚アルミ板を置いた上に、アルミの角材を置いて、その上にハブを乗せて、またその上にもアルミの角材を置いてというふうにしたら、かなり温度は下がりました。なのでしばらくこれでやってみようかなというふうに思っています。このハブとか、それからこのクラウドポット、それからクラウドダック、夜中中電源入れときますかっていうことになるんですけども、まあそれはちょっとまあもったいないなというふうに思っていて、一応この TP リンクのこのスマートミニスマート Wi-Fi プラグというのを買ってみました。で、ブラックマジックの方にも一応ですね、相談したんですけども、クラウドダックとかクラウドポットのですね、電源を切るタイミングですけども、アクセスがされていない状況であれば、電源を落としてもらっても大丈夫ですよと。で、ブラックマジックの製品によくあるんですけど、電源スイッチありませんので、電源ケーブルを抜くとか、なんかそこにスイッチをつけておくっていうことなんですよね。だからまあスイッチの代わりに一応これで、時間が切ったら、切れるようにしました。はい。この TP リンクというのはアプリが優秀にできていて、まあ、スマートフォンで設定するときにもいろんなことができるようにはなってるんですけども、例えばプラグ2番っていうふうにしたら、このスケジュールで、オンにするタイミング、オフにするタイミングっていうのが決められて、これが実はいくつもですね設定できるんですよ。だからつけて消してつけて消してみたいなこともできるというようなものになってます。意外とこの10ギガのハブというのはですね、電源が何ワットやったら30ワットとかなので、それを2台3台使っていて、しかもクラウドダックとクラウドポットをつなげてるということで、使ってみることにしました。はい、ということでめでたくダヴィンチリゾルブの、このネットワーク上での共有ができるようになったということで、ここからお仕事に使って頑張っていきたいと思っております。はい、またいろいろ経過報告をさせていただきたいと思います。とりあえずうまくいったのと、まあ、今回の、この Vlog が参考になったなと思う方はぜひグッドボタンで、私は普段はですね美術の記録映像の制作というのをしておりまして、ここではそこで使う道具なんかを紹介しております。この間紹介しました京都金美のですね、現在やっている展覧会、ラブファッションっていう展覧会なんですけどね、これのプロモーション的なメイキング動画がですね、先日アップされましたので、もしよろしかったらこちらの方もご覧いただければと思います。まあ、プロモーションにしてはちょっと長いんですけどね、2分20秒ぐらいあって、細かくいろんなメイキングのシーンが音楽に合わせて出てくるという
ことで、編集は至って簡単なんですけども、この素材を撮るのにめちゃくちゃ時間がかかってるというか、結構ですね、会場の進行が進むのがまあゆっくりなので、ね、2週間ぐらいかかったかな、この展覧会ね、設営に。結構時間かかってる展覧会ですね。はい、ということで、もしご興味があればぜひご覧いただければと思います。はい、ということで、京都もだいぶ涼しくなってきましたけども、体調管理なんかには気をつけて、来週も元気でお会いしたいと思います。皆さんもお元気で、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、さよなら。